350馬力の説明をします。このモデルは去年の6月にアメリカで発表した新モデルです。4.4 リッターの V6 エンジンで、特徴はダイレクトインジェクション、ダイレクトルーバー、これは非常に荒い海の中でも刺しても水が入っていっても水と空気を分離する、そして中はいつも空冷で、一般的なエンジンフードより10度ぐらいは、温度が低くなります。そしてデュアルインジェクション、ここに注目してください。デュアルインジェクションによって、従来シングルインジェクションに対してデュアルにすることで噴射時間を短くして燃費をもっと良くしています。で、特徴的なのが下を見てください。下はですね、スズキはデュアルクロップを採用しております。デュアルクロップにすることで水の掴みを良くして、加速、旋回性能、トップスピード、あらゆる範囲で性能をアップしています。減速比を 2.29 に持ってきて、エンジンの持っているこのトルクをどんだけ最大に、どんだけ効率よく水に伝えるのか、そこを追求して作ったものがこの DX350 です。おかげさまで去年の10月の IBEX ではイノベーションアワードを取りました。ぜひ乗ってみてください。